ありがちゼム。男子寮にありがちなこと。なんかバカ騒ぎしてそう。あやべえな、今日の講義すげえ眠くて全然ノート書けてないわ。まあ、別にいいか、たけしにノート見せてもらえばいいんだし。はい、てなわけでたけしの部屋に来ましたと。はい、カンカンタ。よーたけし、悪いんだけどノート貸してくん。お姉さん、そんなところ触っちゃ。待ってください。お姉さん、俺もうダメです。私もマブリーやはーん。お姉さん、お姉さん、お姉さん。お姉さんじゃねえよ、早くそれ取れよ。ありよ、お前何勝手に入ってきてんだよ。いや、お前こんな大それた自己発電するんだったら、ちゃんと鍵閉めとけよ。それか、今 VR を中だから入室禁止ってドアに書いとけよ。いや、書くか。しかもそんなこと書いてたら、お前ら余計に入ってくんじゃねえか。まあな。友人の部屋に検察に入ると、自己発電中の場面に遭遇してしまいがち。のっけからハードやな。てかよ、そろそろうんざりなんだけど。え、何が？ほら、うちの寮、成人してても酒飲んだらダメだろ。まあな。でも、そこまで厳しくしないと、未成年の1年生も隠れて飲んじゃうかもだし。あと何より、飲んだ後の俺らが騒がしいからじゃね？いや、まあ確かに騒がしいだろうけど。でもさ、だってそれのためにわざわざ外の居酒屋まで行かないといけないじゃん。しかも門限があって早く帰らないといけないし。ああ、門限な。確かにうざいよな。みんなで部屋でワイワイ酒飲んで、遊び散らかして女の子呼び散らかしてやり散らかしたいぜ。今確信した。うちの寮が酒禁止なのお前のせいだわ。寮では成人しててもお酒は飲んじゃダメなルールが定められていがち。まあ昨今寮での飲酒問題が結構上がってるからな。みんなも気をつけろよ。ちょっとありよ。おう、ガチコちゃん、お疲れ。うん、お疲れ、じゃないわよ。そんなことより、昨日の夜、朝まで男子寮の寮生が女子寮に入ってきてたんだけど、どういうこと？は？知らねえよ、俺寝てたし。そんなこと俺に言われたって。うるせえ、連帯責任じゃ。今度同じこと言ったらただじゃおかないからね。まあ、はいはい、わかったよ。数分後、タクガチコのやつ、うるせえな。なんで俺が怒られなきゃいけねえんだよ。ちょっとありよ。え？ああ、ウィス、どうした？昨日女子寮に男子寮の生徒が来てたんだけど、どういうこと？しかも朝まで。またこの話かよ。いや、俺寝てたし、全然知らないよ。関係ないわよ。あんたがしっかりと手綱握っときなさいよ。あはだからなんで俺が言われなきゃいけねえんだよ、ったく。数分後。有夫くん、昨日女子寮に男子寮の生徒が入ってたんだよな。だから俺知らないんだってそれ。関係ないし。どうせ男子寮の生徒なんてみんな同じこと考えてるんでしょ。女子寮に入りたい入りたい。あー、やらしい。だからもう勘弁してくれよ。数分後。あ、有夫くんだ。ちょっと話しかけちゃおっと。ねえ、有夫くん。ごめんなさい。え、何が？すみません、すみません、すみません。女子寮の学生から女子寮に紛れ込むなとキレられがち。気の毒。さーて、今日購買で買ったプリンを食べようと楽しみにしてたんだよな。一日分の授業と部活で疲れた体はプリンでしか癒されないんだよ。というわけで、いただきま。え？嘘。あれ？ちょっと待ってくれ、記憶を遡れ。確かに共用の冷蔵庫に食べ物を入れていると間違って食われる可能性がある。だからこそ名前を書いておく必要があるんだ。だから私は名前を書いていたはずだ。大きくな、こんな風に。にもかかわらずなぜないんだ。誰が食った？お、よーりょー。さっきさ、お前のプリン間違って食べちゃったんだよ。悪い。だから。へん。いや、ありょー、ちょっと待って、苦しい。破壊しちゃうぞ。ビルス様。買い物袋？あ。あ、俺のプリン。なんだよお前、間違って食ったからわざわざ買いに行ってくれたのか。なら許してやるよ。さーて、美味しくいただこうかな。あ、なんだよ。お、共用の冷蔵庫に食べ物を入れると名前を書いても勝手に食われることがありがち。かわいそうに、ちゃんと買い直したのにな。おい、やるよ、ビッグニュースだぞ。威圧感がすごいな。どうしたんだよ、そんな顔面狂気みたいな顔して。誰が小沢仁志だよ。そんなのいいんだよ。さっき風呂に入ってたんだけどさ。ああ、1年の後輩に竹下っているだろ。ああ、あのひょろ長のやつだろ。あいつがどうしたんだよ。なんと、あいつのあそこ超立派なマグナムなんだよ。え、マジでやべえじゃん。すぐに警察に通報しないと。いや、でけえ股間で銃刀法違反はわろた。いや、マジか。いいな、竹下の野郎、そんなもん持ってんのかよ。ああ、本当にすんばらしいサイズだったぞ。お前ってそっち系だっけ？ちげえよ。寮内で息子のサイズを把握し合っていがち。いつ使うねん、その情報。ああ、思い出した、たけしに貸したゲームずっと返ってきてねえな。こりゃ部屋に押しかけて返してもらうしかねえか。というわけで、よし、行くぞ。ガチャ。たけし、結構前に貸したゲームそろそろ返しなさい。え、あ、おい。ああ、ありよ、ウィス。俺が結構前に貸したゲーム、どこ？ああ、そこ。ああ、あった。たく、ちゃんと返せよな。ああ、悪い。じゃあな。ああ。ガチャ。ガチャ。あと、やるときはちゃんと鍵閉めろって。自己発電中に遭遇しても慣れて冷静に話せるようになりがち。これ、女子寮ではないのか。はい、行きましょう、次。はい。ああ、ね、そろそろ消灯の時間か。部屋に戻って寝る準備しねえと。ガチャ。よ、あるよ。お、ガチコ、ウィス。もう寝るの？まあな、そろそろ消灯時間だし。ま、その前に明日の準備をしないといけないんだけど。そっか、
お疲れ様。よー、サンキュー。違う、この反応違うわ。え、なんで、なんで俺の部屋にいるんだよ。ここは男子寮だぞ。女子は入っちゃいけねえだろ。だってこっちに彼氏いるし、会いたくなったからこっそり入ってたの。そしたら見つかりそうになったからここに逃げ込んだってわけ。ああ、そうなんだ。じゃあ仕方ないかとでも言うと思ったか。この前女子寮に男子が入ったことめっちゃキレてたじゃねえかよ。俺じゃねえのに。いいじゃんか、別に。ちゃんとお礼はするからさ。はい、出口はこちらでございます。ちょっとは揺らいでくれな、傷つくぞ。これ男子寮生の彼女がこっそり男子寮に紛れ込んでいがち。あんないろんなやつから言われたのにな。あ、たけしだ。おい、たけし、洗濯物か。えらいじゃん。えらいって当たり前だろ。昨日は部活でめっちゃ汗かいたんだし、洗わねえと部屋が臭くなるんだよ。まあな。くんくん、くんくんくん、なんかさ、洗濯洗剤の匂いが全然しないんだけど。嘘だ、いっぱい入れたぞ俺。いやだって、くんかくんか。うん、やっぱり全然しない。むしろホワイトタイガーの檻みたいな匂いする。いや、飼育員が選ぶ一番臭い肉食動物の檻。あんなに白くて綺麗な見た目なのになんで臭いんだろうな。何の話だよ。洗濯しても香ばしい服が廊下に干されていがちらしいな。ホワイトタイガーの檻臭いらしいな。うん、夜中になったな。ふんふん、よし、じゃあ俺も自分の息子ちゃんを可愛がってあげようかな。というわけで、はい、動画を見ていきましょうか。今日はどの子にしようかしら。よし、君に決めた。しばらくして、あー、いいな、すげえな。お、綺麗だな、おい。あとちょっとだ、あとちょっと、あとちょっと。ん、いやいやいや、あとちょっとつったろうがよ。何クルクルしてんだてめえ。もう少しで果てる瞬間にクルクルするのは、大事に大事に取ってた雪見大福を横から一個ちょうだいって言われるぐらい重罪なことなんだよ。一個ちょうだいってそれも半分じゃねえか。んなことどうでもいい。たくよ、寮の Wi-Fi ちゃんと仕事しろよな。どうしよう、俺の気持ち。いや、息子、寮の Wi-Fi を使うといいところで動画が止まってしまいがち。これそういう動画あるあるやないかい。ねえねえ、ありよ。なんだガチコ。いや、なんだじゃなくてさ、いくら日常生活に女子の目がないからってさすがに見た目に気を使わなさすぎでしょうよ。もうちょっと気をつけたら。だってめんどくせんだもん。普段大学でも全然服装とか気にしてないから、だからモテないんだよ。あ、はいはい、ちゃんとしますよ。てめえは何、また人の部屋に勝手に上がり込んでるくせにそんなに偉そうなんだよ。女子の目を気にしていないため、服装や見た目にあまり気を使っていないがち。まあ見た目には気を使わないといけないよな。ハッスルハッスルするためには。漏れる。あ、やばい、めっちゃトイレ行きたい。あ、危なかった。危うく夢の中でやるところだった。夢の中で出した時は確実に現実世界でも出てるからな。そんなこと言ってる場合じゃない。やばいやばいやばい、漏れる漏れる。ここだ。嘘だろ、ミトコンドリア。間違った、めっちゃコンドリアン。誰だよ、朝っぱらからこんなトイレに行列を作らせてるやつ。こういう時って目的地までの妨げになるもの全てを吹き飛ばしたくなるよな。どっかに C4 ないかな。朝からラーメン屋かっていうくらいトイレに行列ができていがち。 C4 大爆発やな。なんだ、隣の部屋からだな。おい、たけし、さっきからお前の部屋からなんかパチンパチンって聞こえるんだけど、何の音？ああ、悪い、今ちょっと爪切ってるんだ、後で出かけるから。ああ、そうなんだ、深爪ならねえように気をつけろ。いや、出かけるために爪を切る、もしやこいつ女に合うんじゃねえだろうな。全部の指爪吐いちまえよ。今気をつけろって言おうとしなかったか。そして剥がねえよ。爪を切る男子寮生がいたら女子と会うのではと疑いがち。嫉妬の現れ。あれ、アリオ、もうすぐ一限始まるのにまだ来てないじゃん。絶対に寝てる、100寝てる、もう仕方ないか。電話してやるか。ペレ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 。あ、もしもし、アリオ、もう一限始まるよ。何してんの。理由を聞かなくてもわかる、今起きたのね。早く降り。はい、到着。早すぎるでしょうよ、いくらなんでも。荷物は準備してたから。その他が0点。寝坊しても秒速で学校に到着しがち。これで今日一日過ごすのかな。というわけで皆様、今回のありがちなこといかがでしたでしょうか。共感できましたか。楽しんでいただけましたか。もしよろしければ皆様の体験談などコメントで教えてください。もちろんグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。動画の評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。